今回見せていただいてますピアノが、ジャクソン&サンズというね、東日本ピアノ製造さんだったかな。ここにね、カードがありますけども、これね、ロレックスとかと同じようなメーカーさんなので、作りはしっかりしてるんじゃないかなと思いますね。箱に特製っていうのが書いてますね。これね、アグラフって言いまして、一本一本これ穴に通ってるんですね。これ普通のピアノですと、こう、プレッシャーバーっていうのがあって、ぐっと押さえてるだけなんですけども、もうソアグラフ言っても、高音から低音まで全部、このアグラフが通って、一本一本丁寧にこれ穴通してあるんですね。今もソアグラフのピアノなんてもう見かけないですもんね。はい。ピアノの方はほんと超一流のものを使っておりますけども、ただもうハンマーの感覚とかもね、もう乱れておりますし、きっちり弦に当たってないような状態ですのでね、こういうところを調整ちゃんとしていきたいとこですね。あと鍵盤を押さえますと、こうね、前の部品だけが動いて奥の部品動かないですね。これもうロスが多くなってて、まあ遊びが多いというかね、そんな状態になってますね。はい。あと鍵盤のこの横揺れですね。これがちょっとね、鍵盤ブッシングクロスはもうちょっとへたってきてるのかなと。これまあ年数とかでもね、へたってくるので、この横揺れはちょっとコトコト揺れますのでね、この鍵盤ブッシングクロスだけは変えといた方がいいのかなという感じですね。あとブライドルテープとかもこれはしばらくいけそうですので、まあ今、製造から36年ぐらいですけども、製造からあと14年経って50年ぐらいの時にね、弦とかその辺も交換するっていう時に、この辺の部品とかね、変えるとして、今回はこの鍵盤の下の鍵盤ブッシングクロスぐらいかなと思いますね。部品交換の必要があるのは。あとね、こういうとことかも鹿革を使ってますのでね、こういうとこはかえってね、今の合皮とかに変えない方が強いと思いますね。はい。なんといっても後ろの響板がものすごく良さそうで、音は狂ってるんですけど、もう高音から低音もズシンときますしね、これはきっちり調整したらすごいピアノになりそうな気がしますね。これ黒檀入ってるんちゃいますか？黒檀ですね。こう黒鍵は黒檀が入ってますね。本当に驚きです。はい、では外装の方も取り付けてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。こういうね、モールがついてましてね、おしゃれになっておりますね。これマホガニのね、木目のピアノですけども、まあところどころちょっと傷とかねありますし、ちょっと曇りが出てますので、まあこれはまあきっちり磨いてね、バフという機械で磨いてすればピカーッと光るかなと思いますけども、この傷までね、直すとなると、ちょっと一旦塗装を剥がして、まあ、剥がす機会にちょっとね、別の色に、こういうタンスとかとね、同じような茶色にするとか、艶消しにするとかね、そういう塗装も変えてみてもね、ピアノを動かす機会に塗装も変えてみても面白いかなと思いますね。こういう、文字も錆びておりますしね、鍵穴とか、ペダルの方もね、これ顔が映るぐらいまで綺麗に磨いたらね、いいかなと思いますね。猫足の足になっておりますね。はい。あ、このキャスターの受け皿もプラスチックの受け皿になっておりますので、耐震性のあるね、ゴムのお皿にすれば、こう動かす機会にね、変えてしまうというのもいいかなと思いますね。はい。これは中身も外もきっちりちゃんとしたいところですけども、いろいろと 見積もりさせていただこうと思いますね。椅子はこのまま使えますかね。よいしょ。いけそうな感じですけどね。はい。椅子はまあこのまま色もね、ちょっと合ってますし、このまま使わはってもいいのかなと思いますね。はい。外装の方もこんな感じになっております。